どうも皆さん、じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、おすすめのアクセサリーについて解説します。先日、遅ればせながらトロコンした。その経験をもとに、おすすめのアクセサリーをご紹介するよ。今回おすすめするアクセサリーを使えば、2周目ハードモード攻略もバトルシミュレーター攻略も楽になります。では、早速おすすめのアクセサリーについて解説するぜ。基本的には今装備してる7つのアクセサリーを装備してれば OK だと思います。最強のアクセサリーはゲンジのコテ。ダメージ限界突破だな。余ダメが9999を超える。これを装備して魔法特化で魔法をぶっ破してゴリ押しするのがこのゲームの最適解です。ハードモードは最初にチャプター12や13でゲンジのコテを作ると楽かもな。闘争の強唱会は戦闘開始時にリミットレベルが最大になります。リミット技ループをするなら必須ですね。トランスポーターは ATB ゲージを消費するとリミットゲージが増える。行動してればリミットゲージが増えるのはなかなか強いな。チョコボウのマントは戦闘開始時に ATB が1段階溜まった状態で始まります。先制攻撃マテリアと合わせて初動を有利にできるのは良いですね。エアリスに装備して魔法陣を3つ展開するのに便利だな。続いてリボンです。状態異常を無効化できます。また、魔法の栄翔中にひるみにくくなります。あまり使用頻度は高くないが、持っておくと便利。モルボルグレートや石化、カエルなどを使ってくる敵に使うといいな。ローチェ君キーホルダーはユフィで応援雲隠れをするなら必須です。武器アビリティ ATB リターンのスキルをつけてヘイストをかけると、雲隠れの消費 MP がゼロになります。エアリスの応援の魔法陣の上で雲隠れを連発すると、ユフィ以外のキャラの ATB がモリモリ溜まる。ユフィとエアリスがセットならこのアクセサリーをおすすめします。最後は恨みのマフラー回。体力と精神が50増えます。しかも即死とスローを完全に防ぎます。これ何気に壊れアクセサリーだと思うんだよな。耐久力が上がるので、やられにくくなる。ハードモードでは便利すぎる。このゲームは基本やられる前にやるのが最適解で、アタッカーは余ダメマシマシで魔法ぶっ破が良くて。回復やバフ担当は耐久を上げてガチガチにすると楽なんです。バレットなどに装備させるとカチカチになるのでおすすめ。もし1周目などで恨みのマフラーがなければ、セーフティビットで代用できる。一人恨みのマフラー、他二人はセーフティビットを装備などもあるあるですね。あと女優の指輪もガード成功時にリミットゲージが上がるので、ガードを多用するならおすすめ。リミットブースターは戦闘開始時にリミットゲージが半分溜まった状態で始まります。リミット技ループするならおすすめ。神々の黄昏はリミットブースターの完全上位互換。戦闘開始時にリミットゲージが満タンになり、徐々にリミットゲージが増える。持っていると便利なんですが、バトルシミュレーターチャレンジの異界の統率者をクリアしないと入手できないのが欠点ですね。これがなくてもハードモードもバトルシミュレーターも問題なくクリアできるんだよな。大抵の場合ハードモード攻略を先にやってバトルシミュレーターは後回しにする方が多いので、我々のように入手した後使う機会がなかったって方は結構多いかもしれませんね。魔法の歯車は MP を消費するとリミットゲージが増える。魔法ぶっ破しまくって、リミットゲージが溜まったらリミット技を使うというのも強いですね。この辺のアクセサリーのどれを使うかは完全に好みだと思う。自分が使いやすいアクセサリーを装備すれば OK。疾風のスカーフはチョコボウのマントがない場合に代用化です。戦闘開始時に ATB が少し溜まった状態で始まります。海賊王の羅針盤はコマンドを5種使うと、短時間 ATB ゲージが3段階に増加する。バレットやユフィに装備させると良いかもしれませんが、ATB ゲージ3段階は連携アビリティでも可能ですし、効果が永続ではないし、魔法ぶっ破してれば終わるので、ぶっちゃけ必須かどうかと言われると微妙です。恨みのマフラーみたいな効果が永続のアクセサリーをつけた方が安定する気はするな。あ、恨みのマフラー界とタフネスリングは同じ耐久力なのでおすすめ。ただ、即死とスローは防げないけどね。あと、壊し屋のキーチェーンは普段雑魚戦とかで使うと良いかも。回復薬のバレットとかにつけておくといつの間にか MP 全開してたりします。MP 回復を回復薬につけるのが面倒だという場合にはつけておくのも手かもしれないな。ただ、バーストはこれを装備したキャラで行う必要はありますけどね。あと、さっき紹介し忘れたけど、サイコチャーム回もなかなか便利。最大 MP と魔力が 8% 増え、沈黙状態を完全に防ぐ。一周目エアリスに装備するといいかも。源氏の耳飾りと指輪はあまり使いませんでした。被ダメ 15% は痛いけど、余ダメ 15% は大きいな。ティファにつけると良いかもしれませんね。ティ
ファは回避性能が高いので、ヒット&アウェイしやすいです。源氏の指輪は、回復薬やバフ薬に装備させると良いかもしれないな。ハードモードでどうしてもやられてしまうという場合には装備させるのもいいかも。でも基本ハードモードはやられる前にやるというのが最適解なので、ゴリ押し大正義なんだけどな。MP 回復や HP 回復をつけて魔法ぶっぱ。範囲化ウォールを使う。範囲化ケアルラで回復。基本はこれでこと足りるはず。というわけで、いっぱいアクセサリーはあるが、必要なアクセサリーは今回紹介したものくらいだな。一周目はアイテムも使えるので、今回紹介したアクセサリー以外を装備してもクリアはできると思います。今回紹介したアクセサリーは2周目用かな。でも1周目で使えるものもあるので、良ければ参考にしてね。今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にも FF7 リバースの動画をいろいろ投稿していますので、良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。